1666回始めました。2023年10月3日。ね、海浴夜寒いっす。もう寒い。来た時ね、ストーブつけようかなと思ったぐらい寒いっすよ。だけどちょっと喋ってたらね、だいぶ温まってきました。エンジンかかってきたっていうかね。本当に10月3日で、ね、いくらね、田舎の廃屋とはいえ、ストーブはまだ早かろうっていうことで、今日はちょっと我慢して喋ろうかと思います。はい。私ね、なんていうの、この、ね、この水筒みたいなやつ、これ持って、コーヒー入れてるんですけど、私ね、まあ、これ今まだコーヒー、氷が入ってるんです、冷たいの。冷たいか熱いのかじゃないと、どっちかじゃないと飲めないんですよね、私、コーヒー。うん。この時期はね、迷う。ホットにしようか、アイスにしようか迷うっていう、まあどうでもいいですね。百田尚樹さんと有本香里さんね、私何回か言いましたけど、日本保守党っていうね、新党を立ち上げて、やれね、X、旧ツイッターですか、ツイッターのフォロワー数がね、何十万、20万人って言ったかな、なんか超えたとかなんとかね、うん、いろいろ言ってますけど、私はね、まあ応援してるんですけど、この日本保守党できたばっかりでね、なんと、党員がね、うん、党員募集の開始、が始まって、開始から24時間で党員が3万人を超えるという形になっているということで、いやー、すごいですね、うん、で党員になるには月額500円、年額6000円が必要で、特別会員は年額2万円が必要っていうかね、まあ、会費ね、会費。うん、ということで、それでまあ、3万人ですから。うん、3万人からこれ計算するなっていう話なんですけど、うん、年額6000円集めて、うん、1億8000万ですか、1億8000万、まあまあまあどうなんでしょうっていうことですけども、まあ金額じゃないっていうね、まあ、とりあえずこの、まあでもすごいね、うん、私頑張ってほしいっていう立場です。百田さんもね、いやいや、彼は本当に、私一冊しか読んだことないんですけど、作家としては本当に文才あるっていうかね、才能あると思いますよ。天才だと思いますよ。有本香里さんもね、女性の、うん、論客といいますか、ジャーナリストといいますか、中では、ピカイチだと思いますよ、私は。うん、歯切れもいいし、ね。で、日本保守党っていう名前もいいと思うし、頑張ってほしいなと。私、まあ入党はしないと思うけどね、応援したいなっていうことで。ね、これちなみにね、入党、うん、この日本保守党ね、今回百田さんのね、これ新党、これ党員が月額500円、ね、年額6000円、うん、で、特別会員は年額2万円っていう形みたいですけど、私知らなかった、自民党の党員は年額4000円みたいですね。で、百田さんのところが6000円っていう形で、自民党は年額4000円、安いんですね。自民党の会費、党員の、うんね、日本維新の会、これ党費っていうのかな、党費が年額2000円ということで、維新の会が年額2000円、自民党は年額4000円、日本保守党が年額6000円という形で、保守党意外に高いんですね、うんうん、決して安いとは言えないにもかかわらず、支持者の多くが安いと絶賛していることから、それだけ情報弱者がたくさん集まっているということですとコメントしたということ。誰がコメントしたのかな、これ。誰がコメントしたのかは知らないけど、これ日本、あ、これどこのあれだろう、まあ若干批判的なね、批判的な論調なんで、日刊現代あたりが書いてるんじゃないでしょうか、これね。うん、私はね、まあ今もう本当ね、たくさん言われてますけど、自民党がね、本当にね、いや、安倍さん亡くなってから、安倍晋三ね、元総理亡くなってから、やっぱり保守層がね、薄くなりましたよね、少なくともね。うん、で LGBT 法案通してみたりですよね、うん、やっぱり今のね、例えば日韓議員連盟とかね、うん、日中友好みたいなね、もう親中派ばっかりっていうかね、美中派とか見てもね、やっぱり保守層は投票先ないんで、
まあ、うん、日本保守党っていうね、これからどうなるか分かんないですけどね、この百田さんと有本さんのところもね、どうなるか分かんないんですけども、この受け皿っていうのはあるのは日本保守党っていう名前としていいと思いますよ。はい、ひどいもんね、今の日本の本当なんていうかな、政治っていうかね、これだけもう米中対立だっつってのに、これからはもう台湾有事だっつってのにね、もうイギリスも離れ、イタリアも離れですよ、でドイツも引き気味になってる時にもう親中美中ばっかりでね、沖縄県の知事なんか何回中国行ってんのみたいな、もうアホですかっていうぐらいもうこびちゃってね、本当そういう流れの中で私はね、応援したいっていうことだけは言っておきます。この党員になるかは別ですけどね、年額6000円ね、きついかなきついかなっていう、私は遠くから見守りますということでね、このチャンネルで見てる方で保守党の党員になられた方いらっしゃいますでしょうか。私はね、ね、好きなんですよね、割と、特に有本さんの方好きだな、私は。百田さんはね、ちょっとあの人、なんて言うんだろう、言ってることは、なんて言うんだろうな、嫌いじゃないです、天才だと思いますよ、天才だと思うし、ただなんていうか、イメージが、もっとイメージ良くすればいいのにっていうね、感じはしますね。はい、そこがまたいいんですけどね、百田さんね。はい、1666回終わります。頑張ってください、日本保守党。チャンネル登録、高評価お願いします。失礼します。